はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。今回はですね、This is the police なんですけども、いつもね、1日ごとに日を送ってプレイしているんですけども、刑事事件が解決できずに刑事が不足していっているという状況を見てですね、ちょっと今回はまた久しぶりに、事件解決会ということでやっていきたいと思っています。で、ちょっとツイッターの方でですね、ちょっと僕の推理不足、知識不足、能力不足というところもあって、皆さんにツイッターの方で、ちょっとどういうふうに思いますかということで、ご意見とかアドバイスとかを求めさせていただいたので、ちょっと今回はその結果等々も踏まえて、捜査をやっていきたいと思っています。で、まずはこの窃盗事件の方ですね。で、この窃盗事件の方をちょっとおさらいしていくとですね、犯人が警備員か、もしくはその何かしらの美術学生なのかっていうところで、どっちなのかいまいち分かっていないという状況の中、その写真がこんだけ集まってきたと、レンガで割ってっていうところ、絵を切り取ってっていうところは同じなんですけど、結局どっちが犯人なのかっていうのがしっかり分かっていないという中で、ツイッターの方で、これらの情報を開示させていただいて、皆さんからちょっとね、ご意見を集めさせていただいたというところになります。でですね、一応、私、僕の方で見た感じと、皆さんでからいろいろ教えてもらった感じのところで言うとですね、いろいろ皆さんからご意見はあったんですが、これなんて読むのかな、愛しいねねしさんからですね、ツイッターの方で、いろいろ詳しく教えてもらったので、その方のね、愛しいねねしさんからのお話をもとに、今回は事件の解決に臨みたいと思っています。で、まず、間違いない内容として何があるかというと、ちょっと一旦写真をね、下に並べちゃいますね。監視カメラの内容は間違いない内容だと思うんですよね。で、監視カメラ以外の内容っていうのは、それぞれ犯人は犯人じゃないふうに喋るだろうしっていうところがあるので、何とも言えないんですよね。で、一つわかるのは、一番上の写真のところを見ると、窃盗のこの写真ですね。最近初めて公開されたばかりのふんぬんかんぬんって書いてあるんですけど、窓の一つが壊されており、近くの床の上にレンガが落ちていたって書いてあるんですよ。ってことは、犯人は警備員なのか、学生なのかっていうので、仮に、じゃあ、警備員だった場合、どういうふうになるかっていうと、まず何はともあれですね、警備員が巡回しますと、何かカバンを持ってますと、この写真です。で、カバンの中から何かを取り出しますというところで取り出しているのが、これになるんですよね。ただ、先に絵を切り取っている可能性っていうのがあるかなと思っていて、で、窓を割った後に置いて、最後に持ち去ると。違うか。違いますね。難しいな。そうすると、これとこれの順番が逆とか、これとこれの順番が逆とかってある？難しいね。この時点では絵はまだあるでいいのかな。それとも、先に切り取ります。どうしようかな。そしたら、ちょっともう一回整理し直しましょう。なんといっても、警備員がうろちょろしますよね、最初に。で、絵を切り取りますと。で、ここまではいいと思うんですよ。ほぼほぼ間違いがない内容かなというところで。で、ここがちょっと順番がね、どっちなのかわからないんだよね。出すのが先か、置くのが先か。ここ入れ替えてもダメ？ダメか、難しいね。ただ、警備員が犯人の場合、この5枚の写真であるのは間違いないんですよね。ってなると、絵を切り取ったのが最後っていう説はないかな。どうだろう？これも違う？これとこれ入れ替えたらどうだ？違うか。
これってどう見てもカバンの中からレンガを取り出してますよね。入れてるのか取り出してるのか、まあ微妙なところですけど、まあいずれにしてもカバンの中からレンガを取り出している。で、レンガを置いたわけだ。来て、歩いてきて、レンガを取り出して、レンガを置いた。こうじゃないか？どうだ？はまらないか。いや、難しいな。わかんないですね。この順番じゃないか。ちょっともう一度事件の概要を見ると、警備員の証言はもう無視しましょう。警備員はだって犯人だと思って今我々は捜査してますから。で、カメラを見ると、まあ何か、学生が来たねっていうのはあるものの、他はないよね。美術学生、いやー、どうだ、わからないな。警備員説、警備員説じゃない方をもう一度見てみますか。警備員説じゃない学生説で言うと、これが最初に来るのかどうかがわからないよね。まあ、仮に最初に来たとしてだ。レンガを見つけて、レンガでパリーンと割っちゃいましたと。これが一番シンプルではありますよね。ただこれではないとなると、順番で言うとこういう感じ。これでもないか。いや、わからないな。窃盗事件本当にわかんない。窃盗事件はもう完全に迷宮入りですね。完全なる迷宮入り。本当にわかんない。これ足りてない説もありますもんね。まだまだまだ。そういう意味で言うと、一応順番はそれぞれこういう順番かなと思ってはいるんですけど、上と下段でね。今度は子供の絡んでいる殺人事件の方ですね。これもわかんないんですよね。全く。これももう全くわからない事件になってるんで、どうしようかなっていうところなんですけど、これに関しても実は愛しいねねさんからですね、アドバイスをいただいていて、ちょっとね、愛しいねねさんの、お知恵をお借りしても、先ほど事件の解決には至らなかったんですけど、これはね、ちょっと解決しましょう。で、この事件は何かっていうと、この被害者の兄なのか、それとも子供が犯人なのかっていうことで、すごく微妙なところなんですよね。一体どっちが犯人なのか。で、まあ、どっちが犯人にせよですね、分かっているのは犯人が殺されたっていうのと、背後からこの検視官ですね。検視官の内容を見ると、頭部を鈍器で殴られて、背後から即死させられたっていうことが分かっている以外は、まあ、その他特段の情報はないんですよね。ってことは、背後から殴られたっていうのは間違いない事実だと思うんですよ。検視官は、まあ、第三者的なポジションっていうか位置にいるんで。ってなると、これをもとに、まあ、いくつかその、案というか、対応内容というか、事件の概要をおさらいして掴んでいく必要があると思うんですけど、このねねしさんの推理によるとですね、間違ってたからといってねねしさんをもちろん咎めるつもりは全くなくて、僕が分かんないんでねねしさん頼りになってしまっているっていうところが一番の原因なんですけど、おそらく子供がゲームをやっているのを注意されて激怒したんじゃないかということをもとに推理を組み立ててみるとどうなるかっていうとですね、まあ一つは、子供がガーッと怒り出すっていうのがあるんですけど、訪ねてくるっていうのは間違いないんですよね。ここでまず訪ねてきてますからね。訪ねてきているんで、訪ねてきたのに対して反応しますっていう、これね、これ。反応してきて、まあ何かしら口論をするんだけど、まあ、帰っていきますと。で、その後、子供を注意して、子供に、
殺されるっていう、このパターン。きたー。いやー、ネネシさん、ありがとうございます。ようやくグラスゴーをこの事件から解放することができました。本当にありがとうございます。やっぱりね、これネネシさんの推理通りでしたね。ゲームを呼ばれて母親を殺してしまった。いやー、やりすぎだよ。やりすぎ。というわけで、ちょっとね、もう一件の事件解決できなかったんですが、一つ事件は解決できたということで、ネネシさん、本当にありがとう。ナナシさんかな？愛しいナナシさん、本当にありがとうございます。できれば他の皆さんも含めて、もちろんナナシさんも含めてですね、これからもツイッターの方で、事件解決のアドバイス求めていきたいと思いますので、ぜひぜひ事件解決のためのアドバイスいただければというふうに思います。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ、嬉しいなというふうに思います。